こんにちは、海です。こんにちは。本日はですね、ドットハオマルの会、イエーイということで、前回は転生進化の方のハオマル使ってマーベルとね合わせて使ったんですけど、今回はドットのハオマル使っていきたいと思います。まあコメントにもあったんですけど、ドットの方がマーベルと相性が良いですね。はい、リーダースキルが光の2コンボ以上で攻撃力が18倍、2コンボ加算、固定100万ダメージ、10コンボ以上でダメージを半減ということで、これね結構まあ言われているのが羽川翼の代用というか、ちょっと似てるよねっていうことで使われたりしているのかなっていう感じですね。固定、まあ羽川は500万だけど、まあ、100万でも十分強いですし、で羽川は7コンボ以上で半減とかだったんですけど、ドットのハオマルは10コンボ以上で半減。でも10コンボね結構ね全然余裕です。はい、ということでパーティー紹介していきましょう。キャプテンマーベル、ファガンの武器1連6、キャプテンマーベル、キャプテンマーベルコミックカバー1連6、白泣き豪気の武器1連6、ウルヴァリン超覚醒無効貫通の、上限ダメージ上限解放のネイの武器、光ネイの武器、デュアレ超覚醒スキブのファスカの武器の潜在がダメージ吸収貫通ですね。で、フレンドさんのドットハオマルが超覚醒超コンボ強化のベノブの武器の、まあ、新キラー2の遅延2ですね。まあ、いつもの通りですね、デュアレを吸収枠として潜在で吸収は抜いていくんですけど、まあいいや、やりながら喋りますね。挑戦する。はい、まあさっきの話は後でしよう。最初もうねキャプテンマーベル溜まってるんで、あのリーダーの方のキャプテンマーベル変身させてもう突破しちゃいます。このパーティー本当にね早いと思う。本当に羽川翼の代用というか持ってない方はこっち使ったらめちゃめちゃ早いと思います。はい、はい、3回はですね、サブのマーベル変身していきます。ドットハオマルのスキルが1ターンの間ダメージを無効化、操作時間が12倍、ルーレット1個生成なんですけど、まあ、ルーレット書き換え役としては強いんですけど、とりあえず、この、裏しらでは使わない予定です。まあ、使えるとこあるんですけどね、まあ、ここもルーレットだし、十何回とかでルーレット食らうところもあるんで、まあ、使おうと思えば使えるんですけど、羽川翼だとさ、羽川さんが、特性吸収、役してくれるのが強かったんですけど、ドットハオマルだと、そこがない分、アシストで、そのね、ベノム武器で特性吸収を補っているんで、まあ、そこの差はあるよね、っていう話なんですよ。まあでも、裏マロはちょっとわかんないですけど、裏白だったらそんなに影響はない気がする。はい、ベネボラも光、禁止されないんで、特性吸収使わなくていいし、まあだからボスでね、ボスで闇を引いた時に、羽川翼がいないと、しんどいねっていうところ。はい、OK。でもドットハオマルのいい点としては、危ない駆属性がないんで、ティオレがね確実に何だっけ、潜在のやつを発動できるっていうところ。メカ翼だと闇の落ち込みが来るとめんどくさいんですけど、属性ないんでね、
ここはいいところですね。これぐらいじゃないかな、違いとしては。おーおーおー、さあ消せないが来たんでファスカーの武器使って突破していこう。すごいすごいな、いつもより激しい気がしますけど。猫ちゃんが激しいですけども、これは10階じゃなくて9階かな。はい、お邪魔弾かないんですけど、お邪魔全部光にします。ちょっと分割はしっかりとしよう。これ10コンボいかないか。まあでも7強あるし。はい、 OK。 さあ10階早いぞ。割と本当に速さで言ったらあれじゃないかな、一緒ぐらいじゃないかな、羽川さん。まあ、測ってないんでわかんないんですけど。いいっすね。うん。さあ、結果いっ。無効貫通は、ちょっと光の数が必要ですけども。あ、一個足りないんで、スキルダメします。よし。これでマーベル使えば足りるかな？行きましょう。やっぱりね、無効貫通でも10コンボいくんで、いい感じですね。吸収は、さっきも言った通り、ピオレで抜くので、とりあえず闇とか光を温存して集めます。OK。これで足りるんじゃないの？変換して、変換すれば足りますね。コンボドロップと1コンボ。はい、で不属性がないので落ち込んだ心配もなし。ありがとう。いいですね、カンストしてる。さあ13階が覚醒無効、あ、溜まってないよあと一旦溜まってなかったんで、なんか適当に消しましょう。耐える、耐えます。全然耐えました。ネイの武器使います。さあ、これでいったんじゃない ?12、13。 OK。 声が14階。めっちゃ早いぞ。あ、リーダーチェン、ティオレか。ティオレだったらいけんじゃない？2色消して光5個以上つなげて消せばいいんでしょ。 L にして、いや余裕だと思うな。いけ、踏んだ。10コンボもいってる。 OK。 パンストしてるじゃん。えら、ティオレえら、ティオレ強さあ15回もいけるんじゃないか、ティオレのまま。まあ無効貫ですかね、この量でだったら。無効貫して5個以上つなげてるし、2色消してるし OK。 5、6、7、8。まずい、8コンボ。あー抜けたー、強い強いです。15回戻ってきました。いや、さっきのはちょっとリーダースキルのことをすっかり忘れていて、多分 L 字とかだったら耐えれたんだろうね。10コンボしっかりしてれば。いやー、ミスったミスった。はい、今度はリラチンされてないのでそのまま交換しても10コンボ OK できるでしょう。はい、そして滅びよも耐えれる。はい、ありがとう。しかし回復がない。まあでも耐えるでしょ。耐えます、ありがとう。やっぱり半減強いよなぁ。半減。はい、OK。若干回復力、渋めだね、このパーティーね。
まあでも耐久はできるんでね、地道に回復していこう。ピンチだったらウルバリン。さあここのルーレットね、なんだっけ、ドットハオマルのスキルで置き換えられるっちゃ置き換えられるんですけど、まあボスのために特性吸収一応貯めておきたいんで使いません。あー、ロック解除するの忘れた。ロック解除しよう。マックを解除しながらして、したらまた吸収なんで光を集めましょうか。あ、この盤面ならいけんじゃないか。コンボドロップと1コンボ。うわ、すごい。多すぎて繋がりそうだよ。こんな感じで。はい。オッケー。落ち込んだ心配もなし。はい、キヨでカンスト。19回。早いっすね、やっぱり。ルーレット。ドットハオマルにベノムの武器つけてて、邪魔結構降ってくるんですけど、まあ、マーベル2体、2体で、毎回変身じゃない、変換できるんで、いいっすね。二人で欠損しない、ほぼほぼ。いいよ。さあ、20回は誰？お、シャンメイ。シャンメイは消せないなんだけど、ちょっと溜まってないんだけど、一旦は耐えれるんで、耐えます。普通に。はい。で、回復消せないされますけど、まあ普通に倒していっちゃっていいんじゃないかな。仮にコンボで倒せんのかな。いけ！余裕です。余裕でした。ありがとう。いいっすね。強いわ、マジで。で、ここのね、魔王バーストじゃない。もう今日なんか、ダメだなぁ。滑舌というか、日本語。この魔導バーストだけ怖いんで、魔導バーストを食らいましたけど、いや、あれは落ち込んが悪いよな、普通に。普通に落ち込んがひどいくない？さっきの。全然街とかじゃなかったのに降ってきたじゃん。本当にお願い、やめて。あ、落ち込みなしになってる。そうでした。オッケー。これで半分いったんで、もう次で、進化前メノアは、ぶっ倒していこう。いや、本当にね、まあ、羽川さんでもそうなんだけど、一番怖いのがここだよね。道中はね、結構安定できるんだけど、魔導バーストだけが怖い。さあ、何色？火。水吸収、ありがとう。関係ないですね。じゃあもう、ワンパンしたいな。属性吸収いらなくなったから、手の無武器使っちゃうか。あと、白泣きの後ろもいらなくなったんで使います。で、お邪魔をマーベルで変換して、これでもう無効貫通ですよ。無効貫通でしかないでしょ、こんなん。まあ、LG とかにしとくか。あ、繋がっちゃう。危ない。こんな感じで。さあ、どうでしょう。落ち込んいっぱい来てるしな。ナイス。いけるか。あー、強い。ワンパンありがとう。ということで、浦白のドットハオマルマーベルバ。いや、結構本当に羽川さんと変わりなく強いと思いました。まあ、なんならね、吸収のその落ち込んの心配とかないし、うん。どっちでもマジで強いと思います。はい。まあ私はね、ちょっとパズルミスとか落ち込んだあれで2回くらい負けちゃいましたけど、それがなければめっちゃ安定して早く回れると思います。ということで、羽川さん持ってない方、ぜひ使ってみてください。ということで、本日は以上です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、さよなら。